原健三郎は、日本の政治家。議会は、ジュニー。君党は、久民党局実党が大受賞。衆議院議員、衆議院議長、衆議院副議長を務め、また、国務大臣としては、労働大臣、国土庁長官、北海道開発庁長官を歴任。1907年2月6日、兵庫県津那郡、浅野村に生まれる。 旧正兵庫県立スモト中学校を経て1925年、早稲田大学政治経済学部政治学科入学。この頃から政治を志し、地元の県議会議員の選挙活動を手伝ったり、大義士の自宅を訪ねたりした。1931年に、総大卒業後アメリカ合衆国に渡航し、1935年5月、オレゴン大学大学院。 政治学研究科修士課程を修了。ヨーロッパ滞在を経て帰国後、講談社に入社。雑誌、現代の編集者、編集長を務めた後、1942年4月に予定されていた第21回衆議院議員総選挙への立候補を一旦届け出たが、要校の前歴を問題視され、翌3政治体制協議会の推薦が受けられなかったため断念している。 終戦後の1946年4月、大選挙区制で行われた第22回衆議院議員総選挙において、兵庫一区から立候補し、初当選した。政界入り当初は、日本進歩党を経て、民主党に所属したが、炭鉱国家管理問題での日本国政府の対応に、反発して、締原喜重郎、田中角栄、佐々木秀夫らと共に離党し、 吉田茂率いる民主自由党に参加した。保守合同に伴って自由民主党に所属。党内派閥の王の万木派、後進の船田中派に属し、船田の死後は中曽根康弘派に参加。自民党内では候補委員長、国民運動本部長など、衆議院内では海油委員長、停止任委員長、ロッキード問題調査特別委員長などを歴任した。 原野議員在職期間の大半は、総選挙の制度が抽選局制をとっていた期間と重なり、その間すべての選挙で、兵庫2区を地盤とした。1959年から1961年にかけて、日活制作、配給、恋秀夫企画作品の制作に関わり、脚本家あるいは原作執筆者として、15作の映画にクレジットされた。 第30代労働大臣在任時の1972年に成人式の講演で感謝の気持ちを忘れ我を押し通した者が養老院にいる諸君がそうなっては困ると発言したことを失言と追求され辞任に追い込まれた。1986年7月の第106特別国会より第65代衆議院議長に就任。 自民党が絶対多数の300議席を有するもとで、大型間接税導入をめぐる税制改正問題や、1988年に発覚したリクルート問題に直面し、厳しい国会運営を強いられながらも、税制国会こと第113臨時国会において、消費税導入を含む税制改革関連6法の成立に尽力した。その後、 第114通常国会会期中の1989年6月、政府予算案の強行採決をめぐる混乱により、衆議院議長を辞任した。なお、衆議院の議長、副議長、仮議長をすべて務めた経験があるのは、腹のみである。議員在職50年を超え、1996年には、尾崎幸雄、三木武雄に続いて、 史上三人目の名誉議員称号資格者となったが、尾崎や三木のように国会議事堂内に共造を立てるという前例について財政難により各党の合意が取れず、称号贈呈及び共造根流の是非は棚上げとなった。1996年10月の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区制導入に伴って、 選挙区の区分が大きく変わったことで、苦しい選挙運動を強いられ、原県あ氏うしお助けくださいをスローガンに掲げたが、新進党の宮本十三に敗れ、比例禁忌ブロックで復活当選。神風が吹いたとコメントした。原は、同選挙での最高齢当選者となり、この選挙が最後の立候補となった。1999年、 中曽根派から移行した志卒会の旗揚げに参加。議員在職中を通じて、生涯現役、死ぬまで議員であり続けると公言していたが、2000年の衆議院解散を機に、20期54年の議員生活を終え、93歳という衆院歴代、第2位の高齢で政界を引退した。 同時に引退した年下の桜内義夫と共に、明治生まれ最後の国会議員だった。また、帝国議会時代から議席を有した、最後の現役国会議員である。政界引退後は、地元関西のテレビやラジオに、コメンテーターとして出演しながら、晩年を過ごした。主な出演番組は、迫って。ガブリ。さてはとことんキクスイマないの、教えて。 原研コーナーなど、2004年11月6日1時52分、心不全のため、東京都渋谷区疲労の自宅で死去した、97歳没。原は1959年から1961年にかけて、渡り鳥シリーズ全9作品中4作を含めた、日活映画15作の脚本及び原作を執筆したことになっているが、 実際には全作品においてノータッチであったことを複数の人物が辞書で明らかにしている。数とは原と共に脚本にクレジットされた日活の専属脚本家山崎岩尾で、もう一人は原の原作をいくつか映画化した監督の西川勝美である。これら全作品のプロデューサー、小井秀夫が原と早稲田大学の同級生で進行があり、原に 有権者や党内に向けたパフォーマンス的肩書きを与えるためクレジットに加えたのだという。自らのオリジナルシナリオを原の原作とされた山崎岩尾はこのことに憤き通り、原が原作者でないと明かした文章をいくつも発表したが、原からは何の反応はなかったという。反論や抗議をすればボロが出るからではないかとし、また原作者の肩書きを欲したのは、 芸能界とのパイプがあることを自慢したかったのだろうと、山崎は推測している。脚本、原作いずれも、原作いずれも、原作。ありがとうございます。